はい、というわけでですね、オアシスさんでなんか特殊なルールの遊戯王で遊べるっていうことでちょっと遊ばせてもらおうかなといったところでやってみようと思います。よろしくお願いします。対戦だから今スーさんですね。はい、完全にハウスルールなんですけど、はい、まあ、昔のこの光ってない状態のバニラのカードがたくさん入っていまして、でそれに魔法トラップがお互い全く同じもの、はい、まあ、聖なる場合はミラーフォースとか、はい、ブラックホールとか雑に強い、あ、見たことがあるような、見たことがあるような雑に強い原作に出てきたような魔法トラップが全く同じなやつ、全く同じ。まず魔法トラップが同じセットが2個用意される。でそれは20枚20枚、はい、でそれ以外にこのバニラのカードの中からお互いにランダムでこう17枚17枚、はい、生贄なしが17、生贄一体が2枚、生贄二体が11という構成でお互いデッキを組んで、はい、あ、それで対戦していくと。なんかで魔法トラップが固定だから逆転カードがお互い分かってるけど、バニラモンスターが何がいるか分からないから、 そこでちょっと読み合いを しながら打点勝負も大事、うん、懐かしい、モンスター軍とか懐かしいカードで戦えるっていうゲームシステムなんですね。ちなみにこのルール、はい、ライフが4000ですね。あ、そうですか。ライフ4000先行ドローありです。マジですか。じゃあちょっと遊んでみようかなと思います。お願いします、はい、お願いします。チューチュアグーじゃんけんポン、はい、これでしょい、しょい。じゃあ先行いただきます。はい、お願いします。じゃあ先行お願いします。じゃあよろしくお願いします。何が出るかな。おー、エースは強い。いきましょう、いきましょう。いただきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。グール、グール、ドルタンドロー。よーし、カードを1枚セット。わー、早速モンスターをセット。 OK です。じゃあ僕もドローしていきます。なんか強いカード来い。おお、おい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 、おー、いいんじゃない？いいんじゃない？まあでもまず小手調べ、いや全力でいった方がいいあれが岩石の巨兵だと怖いなまず小手調べでね、知ってるかな、闇の暗殺者って言うんだけど攻撃力が1200もある、守備力が1200もある、地味です、優秀なモンスターなんて、ね、強いバトルでパンチ。あー、北風と太陽は危なかった。戦線なんだけどいたっけこんな結構優秀なんですけどね、こう出世仲の良い北風と太陽、かまいたちと熱光線で攻撃しますよ。でもやられましたまあね、あの闇の暗殺者には勝てないんで、ね、サイコソードと呼ばれる剣を持ち魔界に君臨する暗殺者なんでまあ俺の親父魔族みたいな。サイコソードこれ絶対サイコソード これ使ってないっぽいですけどねそうだね、ここ探検残って、あの手にこう持ってるから。じゃあメイン2で僕はカードを1枚セットしてダメでしょうか。ダンプロー強いな。さあ、まだ攻撃力1200を超えれるのか。1200は強いんだ。1200は強いですね。レインボーフィッシュ攻撃でしょうか。めちゃめちゃ強いじゃないですか。これはもう最強カードの1枚。最強カードじゃないですか。初期の環境で。いや、レインボーフィッシュバトルフェイズ攻撃めちゃめちゃ使ったな。リバースカードオープン。聖なるバレル。レインボーフィッシュが焼き魚になってほしい。カードを1枚セットして単終了です。よっし、もうエースモンスターに近づいてるぞ。ドロー。何お前何お前。オーケー、じゃあマンスターエキスパート見たことないぞこれ。獣使いの達人、主人に忠実な獣コンビは忠実な獣コンビは完璧って書いてなるほど。バトルで攻撃力1200であるダイレクトアタック。食らうしかない。おお、ディナーフォースはじゃないんだな。ここで打ってもらえちょっと、もう結構やばい。オッケー、1200でパンチ。いやー食らうしかないっすね。オッケーです。おーし、ではカードを1枚セットしてターンエンドしよう。ターンドロー。
レインボーフィッシュ出た時はどうなるかと思ったけど、ミラーボースが本当に強かったな。カード。あ、待って、俺こいつもターン終了です。ターン終了。オッケー、じゃあドローしていく。これすげえや。そんなよし。相手してみますな。攻撃の戦略しかないから。2体のモンスターを生贄に捧げて。おお。デッドアイズブラックドラゴンを召喚。城之内くんのエースか。デーモンの紹介よりスペックが低いと噂だ。じゃあバトルでパンチ。さすがに下級モンスターだな。6号星の呪縛。あーなんだっけ。このカードがフィールド上にある限り指定した相手モンスター1体は攻撃できず表示形式も変更できない。指定モンスターが破壊された時このカードを破壊する。あーじゃあアタックが止まるんだ。はい。6号星の呪縛で6号星の呪縛レッドアイズにかかったことなくない。ブルーアイズだよ。ブルーアイズはよく止められてました。あれでブラックマジックで頑張られる。あーオッケーです。どうぞ。俺たちドローでもまああれ800下がってるから1600しかないのか。頑張ると踏まれるから。コロガーシを生贄に。え復讐のソードストーカー召喚。いたなそんな。2000あるし上回ってるし。やられていった味方の怨念が宿っているモンスターです。さっきのコロガーシの、あ、違うね、レインボーフィッシュの怨念がコロガーシに宿って攻撃力が2000ってちょっと下がってんだ。よし、じゃあ復讐のソードストーカー、オッケー、レッドアイズに攻撃、オッケー、1600しかないから、その時鎖付きブーメランを振り回しながら攻撃します。攻撃力が500だ。オッケー、ポイントアップします。2500で2500、1600のモンスターなので、900、900ん違うか、あ、これ、あ、え、6号線で下がってるから。6号線下がんないですよ。あ、下がんないんだっけ。6号線実は下がんないですよこれ。え、原作原作は原作だと攻撃力800ぐらい下がってたけど。そうなんですよ。マジか。実は下がんないですよ。あ、下がんないんだ。100ダメージなんですよ。弱体がされてる。ただレッドアイズを鎖付き部分を振り回しながらソースとかが襲っていて倒したんです。なんか風で首を落とされてるんじゃないか。じゃあ、高いね。あれ2500万。2500強い。俺のレッドアイズがやられた。強いです。トップだろ。ほう、ほう、これでどうすればいいんだ。まあ、他のカードで描いてるんだね。じゃあこれはちょっと勝っちゃうんじゃないですか。究極のカードを見せてあげましょう。ブラックホールって言ったけど、おー、おめでとうした。超強い。やばい、16。じゃあ、僕は1600打点があるのか。スカイハンターを通常召喚。バトルエイス、はい、1550でダイルタブック。1550残った。まだセットカードがあるんですよ。リバースカードオープン。リビンデッドの呼び声で僕はレッドアイズを何もなければ黒煙弾で。うわ、何もない。ブラック青虫、青虫、ありがとうございました。ありがとうございます。青虫、千年ゴーレム引いた時はどうしようかな。レッドアイズだったのか。いやこれそう、レッドアイズ千年ゴーレム、俺の手の構えが動きないの。これはレインボーフィッシュの出し所がミスったかな。こうやってるからこうやってる。あー、ありがとうございました。これなかなか面白いね。なかなか面白いぜ。こう何が入ってるかわからないから。うん、これだったらちょっとなんかわかんない人が見ててもわかるんですよ。あー、そうだよね。なんか複雑な効果のモンスターとかいないから、単純に攻撃力だけ見てればいいって。あと魔法カードもこう結構フィールド上のモンスターを全て破壊する。だからシンプルに強いのがあるから。シンプルに破壊する。ミラーボース。それ大嵐入ってます。大嵐は入ってかな。サイクロン、あ、入ってますよ。サイクロンと大嵐が1試合入ってます。見る限りは右手に盾を左手に剣をブレコン、ブラックホール、激流走、
サイク、抹殺の使徒、落とし穴、大嵐、メタル化反射、メタル化魔法反射装甲なんだ。落とし穴がもう一枚。落とし穴と抹殺の人だけ2枚入ってる。強欲なツボ。奈落の落とし穴もやったね。そうです、奈落もあります。これの意味ってのは、このよくわかんない900モンスターがめっちゃ強いんですよ。あー落とし穴に落ちない。でエルフの剣士と砦で守る浮竜とかが奈落に落ちないんですよ。なるほど。あ、そう、あーなるほどね、そういう読み合いもあるんだ。こいつら結構活躍するんですよ、このよくわかんないモンスターたちが。でフォースさえ使えばブルーアイズ、青虫がブルーアイズを倒すこともあるっていう。あーなるほどね。っていうので逆転要素も入れてるっていう。あ、よく考えて本当に作られてるんですね、これ。それでなんかいろんな人に相談しつつバランスを取りつつ。あーなるほど。で04環境みたいになんかそのカッツリじゃなくてモンスターの方でランダム要素を入れてるから結構意外な逆転劇みたいな。そうなんですね。やっぱあるんですね。なんかこうよくわかんないですけどつえーってなるんですよ。さっきの闇の暗殺者が1200が微妙に強い。そうそうそう、微妙に強いんですよ。じゃあこのヘルバウンドも、ヘルバウンドヘルバウンドは落とし穴にかからないって。落とし穴にかかんないんで。エルフの剣士とかかなり強いですね。ああそうです、1500あってね。それで守りよくエルフの剣士がかなり強い。だからこれならあれですね、本当にあのやったことないユーザーでも全然面白いですね。これでやってもらおうかなって。ああ、ギャザの人とか見てわかるよね。ああそう、ギャザの人でも全然できますもんね。ああこういう感じねみたいな。ちょっとじゃあもう一戦やってみましょうか。よろしくお願いします。